今回は3月1日の調整の範囲拡大されたノーマル損感を紹介するよ。以前にも動画にしたけど、計略は式6で広範囲の家系、その代わり内力には焼け残る調停火力という尖った性能。その状態で撃って通るのは、ヨフや宿問相手の時くらいで、知力を上げても、火力はさほど上がらんから、個人的には、広範囲を生かした混沌の陣や、バカの剣との組み合わせがおすすめ。それもだ。犬どもの分際で。狙え。貴様。そりゃ。狙え。おお、容赦はせんぞ。流派発動。一の方。行くぜ。狙え。おや。狙え。我が銃口は敵を逃さない。犬ども、切って捨ててやる。伏せろ。まぐれ勝ちはない。そりゃ。伏せろ。ここは任せる。狙え。死す時は同じ。犬どもの分際で。これが俺の限界。ないぞ。もう容赦はせんぞ。流派発動。二の方。流派発動。三の方。狙え。伏せろ。狙え。おりゃ。我が銃口は敵を逃さない。一つに固まって頭の悪い奴らだ。俺と一戦交えたいならこの火を飛び越えて来い。死す時は同じ。撤収せよ。こんな感じで陣形や超絶強化といったアイテムキーカードを広範囲に周囲の部隊ごと一掃できるのが強みやね。そりゃ。伏せろ。そりゃ。そりゃ。
ちがたい時は引くまで。狙え。貴様、そりゃ失せろ。狙え。我が銃口は敵を逃さない。死ななきゃ勝ちよ。ここは任せる。そりゃ天気解放。伏せろ。一つに固まって頭の悪い奴らだ。軍略に達する者よ、俺に挑め。撤収せよ。これが俺の限界なのか。失せろ。やれ。こちら側につくなら今のうちだぞ。やれ。犬どもの分際で。この試合を見ての通り、少々ミスしても相性を押し付けることもできる。パワーのあるコンボが魅力的。今回は2試合あるよ。2試合目はコンボだけじゃない。デッキとしての優秀さが分かる試合を紹介するよ。まぐれ勝ちはない。龍が目覚める。失せろ。見つかってしもうだ。勝ちがたい時は引く。失せろ。流派発動。一の型遊びに付き合って。大軍を抑えるな。一本でやる。立ち向かえ。これが国を守るということだ。犬ども、切って捨ててやる。陣中で死ぬこそ。失せろ。失せろ。失せろ。
守るということだ。行くぞ。犬ども、切って捨ててやる。行くぞ。伏せろ。行くぞ。陣中で死ぬこそ武士の本望。伏せろ。先に帰るね。流派発動。三の肩。伏せろ。行くぞ。犬ども、切って捨ててやる。流派発動。三の肩。伏せろ。勝ちがたい時は引くまで。死ななきゃ勝ちよ。伏せろ。貴様。伏せろ。犬どもの分際で。ここは任せる。大軍を恐れるな。戦機解放。あれだよ。行くぞ。行くぞ。水のごとく心を澄まし見極めるのです。一つに固まって頭の悪い奴らだ。軍略に達する者よ、俺に挑め。騒ぎ立てるな。士気に関わり認められぬ。陣中で死ぬこそ武士の本望。ご視聴ありがとうございました。3回されようと巻き込めるほどの広範囲になって可能性を感じたよ。